ドアーズ、L.A. ウーマンのアルバム版に対して、アメリカレコード協会が授与した、ゴールドディスクのレコード。アメリカ合衆国のカリフォルニア州、ロサンゼルス軍ユニバーサルシティにある、ハードロックカフェハリウッドにて展示、L.A. ウーマンは、1971年にリリースされたドアーズのアルバム。ジム・モリソンが参加した最後のアルバムとなった。ローリングストーン氏が選ぶオールタイム。 グレーティストアルバム500において364位にランクイン。結果的には4人揃ったドアーズとしての最後の作品となった。ドアーズの作品の中でもブルース色の濃い作品の一方、L.A. ウーマンなどそれまでのドアーズの作品にはないスピード感あふれる軽快な曲も含まれている。一方、アルバムの最後を飾るライダーズオンザストームは 愛感に満ちた内容で、直後のジムの死を予感させる曲とも言われるが、レイ・マンザレクによれば、ヒッチ・ハイク・シリアル・キラーとして知られる、ビリー・クックをモデルにした曲であるという。また、歌詞中では、哲学者、マルティン・ハイデッカーの提唱した陶器という概念に、言及している。アルバム制作に際しては、前作までのプロデューサー、ポール・エイロス・チャイルドと決別し、 エンジニアのブルース・ボトニックとメンバーの共同プロデュースとなった。本作はベースにジェリーシェフ、ギターにマーク・ベノをゲストに迎えている。ほとんどの曲はデビューアルバム同様に一発撮りに近い形式で録音されており、またジムのボーカルは浴室を使って収録されたという話もある。ジムは本作の録音を終えるとパリに旅立ち、結局そこで死を迎えることとなった。 ジムは、バンドのボーカルとしての自分に嫌気がさしていたと言われているが、メンバー曰く、本作の後もバンド名義による、アルバム制作に意欲を持っていたという。チェンジリンク、ザ・チェンジリング4時21分、ラブ・ハーマトリー、ラブ・ハーマトリー3時20分、ビーン・ダウン・ソロング、ビーン、ダウン・ソロング4時12分、カーズ・ヒス・バイ・マイ・ウィンドウ、カーズ・ヒス・バイ・マイ・ウィンドウ4時41分、 L.A. ウーマン L.A. ウーマン7時53分、ラメリカエルアメリカ4時38分、ヒアシンスの家、ヒアシンスハウス3時12分、クローリングキングスネーク、クローリングキングスネーク5時テキサスラジオザワスプ4時15分、ライダーズ・オン・ザ・ストーム、ライダーズ・オン・ザ・ストーム7時15分、ありがとうございます。